おはようございます。イズプラス5から飯田雅樹です。これからタークンと合流して札幌に向かいたいと思います。どこ見たいか撮ってんな行きます。はい、羽田空港に着きました。やめろよバカというわけで、これから荷物を預けていきたいと思います。はい、これから飛行機に乗りたいと思います。お前思いっきりあくびしてんじゃんか何それ。はい、じゃあ行っていきたいと思います。ちょっとあくの変な顔してますが行ってきます。はい、というわけで札幌に着きました。イエーイ。あー、3ヶ月ぶりか。たくんは10年ぶり。10年ぶり長いね。10年ぶりに来ました。飽きましたね、期間が。私は3ヶ月ぶりですよ。とりあえずね、そう、でもあれだね、思ったこと、雪がね、そんな見えるかな。そう、思ったほど残ってないから、よいしょ。じゃあ地下鉄に乗ってホテルにとりあえず行きたいと思います。にね、行くけど、ちょっとホテルから歩いてみたいと思います。お前さっきからピースとか好きだね。いや、どうですか、久しぶりの北海道。気持ちいいね。気持ちいい。気持ちいい。なんで？さっきね、シャワー浴びました。今気持ちいいねって言ったけど、昔の話なんだけど、なんか俺がさ、俺気持ちいいよねって言ったら、気持ちいいって言うの、気持ち悪いって言われて気持ちがいいって言えよっつってめっちゃ責め立てられたことがありました。そんなのがあったんですか？あった。知り合って3年ぐらいかな。めっちゃね、なんか旅行先かなんかかな、で、めっちゃ責め立てられた。温泉気持ちいいっつって、気持ち悪いんだよ気持ちいいっつって責め立てられたことがあります。ひどい話だね。そんな言うやつがいるの？お前だよ。気持ちいいは別にいいの。何がダメなの？気持ち悪かった。気持ち悪かった。あ、気持ち勝ったからな。そう、気持ち勝ったが気持ち悪かった。なんでなんで？気持ちよかったですか？気持ちいいも同じじゃん。気持ち勝ったって、お前なんだよ、赤ちゃんかよみたいな感じ気持ち勝ったみたいな。そんなこと赤ちゃん言わないよ。赤ちゃんの感じがして気持ち悪い。あ、なるほどね。あとね、同じことでね、あったのはポケットポケっつったらポケポッケに入れてくるんですか、お前さ、みたいな。ポッケポッケポッケめっちゃバカにされてるわ。というわけで、リハに向かいたいと思います。カーン。今、リハが終わってご飯を食べてきました。ああ、じゃあ、なんだよ、その感じだよ。これから、ライブハウスに、クリーチャーラウンジさんに、戻りたいと思います。あとね、2時間もしないで、その顔やめてよ2時間もしないで、本番です。頑張りたいと思います。行きまーすI'm not afraid to die.
ライブが終わって、今ね、ホテルへの帰り道、タークが転びました。イエーイ、転びました。信号で急いでたからね。全然、実際は転んでないですよ。いや、実際転んでんじゃなかったよ。サービスステーション。まあでもそのさ、転んでるとこは撮ってないから、どうしようかな、この辺で買い物しとこうかな。そうだね、ですな。いやめっちゃいいライブしたね。じゃあ帰って、ちょっと反省会と打ち上げしたいと思います。